こんにちは。まあ現象は同じでも、それをプラスと捉えるのかマイナスと捉えるのか、まあ様々だと思うんですよね。まあ、例えばね、彼女のいる男性に向かって彼女がいていいねっていうこともあれば、いやいや彼女がいるからさ、金もかかるし気遣うし、しかもあんまり好みじゃないからうざったいよっていうかもしれませんよね。他にもね、なんかせっかく自分が今この日本に住んでるのに恵まれないっていうふうに考えれば恵まれないわけなんですよ。でも、まあどんな現実を見てそこと比較するかによって、あ、なんか日本に生まれてよかったなと。よく親ガチャって言いますけども、その前の段階で国ガチャに勝ってるわけなんで、あとはもうあれですよね、誤差の範囲だっていうふうな捉え方もできるし、いやそんなことはない、徹底的には自分は不幸なんだ、手も足も出なかったんだっていうふうな考え方もその人にとっては本当なんでしょう。でやっぱりね、誰にとってそうなのかってことは必ずしも押し付けられないんで、まあ、だから気づいていただくというか、別の考え方をすることを、まあ、ほのめかしていくっていうことで、まあ、人っていうのは人の意見素直に聞くもんだなっていうところはあると思うんですよ。でむしろね、私たちは本当に豊かになったんでしょうかっていう問いかけも結構響くんですよね。そうだな、物質的には豊かになったけども、なんか逆に人の心は失われてるかもしれないなっていうふうにかっこよく論じる人もいるんですよね。人の心ってなんだよって話ですよね。それはなんかね、ずるい気持ちになる時もあれば、あったかい気持ちになる時もあるし、どこを切り取って自分が冷たい人間だとか社会が冷たくなったとか言うのかなってことなんですよ。まあ例えばね、現代社会は人間関係がどうこうとか言っている人いますけども、それは個人的にそうかもしれないし、たまたまその人がその周りとか見てきた範囲では人間関係がものすごく冷え切ってるのかもしれませんけども、でもね、とっても人と人との付き合いの中であったかいものを感じたり、もっと言ったら人付き合いがなくても勝手に社会に対してあったかく感じる人もいるわけなんですよね。だからそう、インテリぶった意見っていうのがちょっと、ね、幅を利かせる部分っていうのは人はあると思いますし、必ずしもね、何かを否定すれば賢いってもんでもないし、悩めばいいってもんでもないしね、幸せってのがどこにあるのかっていうのは自分で確定するもんであってね、しかもその確定っていう根拠も非常に曖昧なんで、まああまり深く考えずにいけないんじゃないですかね。なんかね、雨が降ったら傘を差すぐらいのもんで、そんなね、不幸に気を止めてもっと不幸になる、そんな自由もあるかもしれませんけども、負けてたまるかっていうね、吉田さんの気持ち、やっぱ負けてたまるかですよね。不利であればあるほど負けてたまるかと。国の支援はないと。おお、お前なんかに頼らないよみたいなね。国なんかに頼ってたまっかよみたいなね。まあ根性出せばいいんじゃないかなと。あとロスジェネ世代に関しましてなんですけども、自分の才覚でそうなったのか時代のせいでそうなったのかっていうのは非常に判定しにくくってね、それはもう自分で思い込むしかないですよね。自分は真っ当にやったけども時代のせいでどうしても気持ちが塞がれたんだっていうふうに思う方法もあるし、今自分の状況はこれでベストだったんだと、もっと悪くならなくてよかったっていうふうな感じ方もあると思いますしね。まあ何にしてもなんかね、そのインターネットにつながれる環境があるっていうだけで多分もう貧困ではないと思いますし、もっと言ったら豊かになるための細い蜘蛛の糸はね、垂らされてるんだと思うんですよ。あとはその蜘蛛をどう紡ぐかっていうのは、もうこれは自分の才覚に任されているのかなと。そしてその才覚っていうのもすでにその細い糸を登り切った人が何人もいるんで、その人の基本的に真似をすれば済むのかなと思ったりしますよね。だから物の見方というかね、どの角度から見るかっていうことなのかなというところで、今回は角度の角でやってみましょうか。いってらっしゃい。